実はですね、はい、あの政府の分科会で、うんうん、尾身会長さんが、うんうん、あの左手でマスクこうやって取れっていう、うん、した方がいいんじゃないのっていうのを提案会食中にね、そう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 、うん、普段はこういうふうにやっといて、はい、食べる瞬間だけこう取って食べて、うん、また戻すっていうのを提案してくださったので、うん、はい、今それやってるんですよ僕、はい、そうです、なのでちょっとやって、うん、どんな風なのかっていうのをやってみたいと思います、うん、はい、いきますよ、はい、いただきます、はい、ここでこう取って、はい、食べた、こういうことです、そうですね、で噛んで、うん、おいしい、うんうんうん、もう最近やってるんですけど、はい、結構めんどくさいよね、確かに、で思うのは、うん、両手で食べるもの無理だよね、そうですね、だからフランス料理でこうやってやるのなかなか、うん、切っといて置いて、うん、こうやってということだよね、そうですね、これね、うん、ここ触っちゃいけないんですって、でしたね、ここにね、やっぱり菌が、あのウイルスがついてるといけないから、そうそう、ここを触らないで取るんだけど、うんうん、こう取った時にこのまま食べてるとくっつくんですよ、確かに確かに、はい、だからこう取って食べてこうなる、で今やっぱりうまくこれね、うん、思ったんですけど、はい、布マスク、うん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 、これね 99% 除菌して、はい、いいやつなんですけど、うん、布って丸々の、うんうん、取ってこうするとあ、本当だ、でやばいところは口に来ちゃうので、確かにこっちの方がいいんじゃない、こっちの方がサイズ的には、はい、うん、なんか大きくなった感じがする、あ、そうですか、うん、いやこっちの食べるときはさ、うんうん、ちっちゃいやつとか、あのほらアベノマスクとかじゃなくって、うん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 、そういう使い捨ての、そうですね、最近あの不織布マスクも結構市場出回って安くなってきてますからね、そうだよね、はい、じゃこれでいただきたいと思います、はい、お願いします、うん、ここでもやっぱり触っちゃうね、ですね、このまま左手でこうやって戻って難しいよ、うん、うん、ここくっついちゃう、うん、あと、うん、思ったんですけど、はい、同じとこラーメン食べた時もこれやったんですけど、はい、こうやって汁物すするじゃないですか、うん、で普通だったら紙ナプキンで紙ナプキンでこう口を拭くんだけど、うんうんうん、その前にすぐにこうやるじゃないですか、はい、人がいるから、うんうん、そうすると写していい、写していい、うん、ほんで写ってないかもしれないけど、ほぼ、うんうんうん、ナプキン状態、あ、そうですよね、このまんま、うん、だから口を拭くのがマスクで拭くような感じになっちゃって、うん、どうだろう、いや、ご飯食べ終わったらマスク取り替えろみたいな話になっちゃうんだよね、ってことだね、うん、そこにだからナプキンをくっつけてるのもですね、うん、やっぱり焼肉屋さんって、うん、普通に火を焚くから、そう、そうじゃなくても換気がすごいじゃないですか、うんうん、めちゃくちゃすごい換気してるね、うん、別に宣伝じゃないけど、そう、行くなら焼肉屋さんだね、そうでしょ、だから今撮影ユッキーなんですけど、焼肉屋酒井で月に1回3店舗マジックやらせていただいてるんですけれども、はいはいはい、そこに来ていただくと安心なんじゃないかと思うんですが、師匠どうでしょう、宣伝かよあ、でもそういうことだよね、そう、15分以内で濃厚接触にならないように私回ってるんで、それどうですか、それしかないよね、もうだから焼肉屋でやりましょうマジック、どうでしょう、日本中に焼肉屋マジシャンばっかになっちゃう、そういうかもしんない、だけど、うん、それいいよね、でも本当そうです、だってダクトがちゃんと機能してなかったら多分この店内黙々で真っ白けっけで下手すると窒息死じゃないですか、それがまず黙々にならないで窒息死しないってことは、それだけダクトが効いてるってことですよ、このダクトが、そう、すごいと思いますよ、そう、だから会食するなら焼肉屋、
マジック見るなら焼肉屋坂井ユッキーさんの出演先ってどうですか？素晴らしいと思う。多分今のところはカットする。カットしないで、しないで、お願いします。ただ別に宣伝のあれじゃないけど、うん、でも本当そう、下にあのなんか貼っときます。お願いします。だけどやっぱり、うん、なるべくだね、焼肉屋さんがいいんだけど、うん、値段が上がっちゃうといけないから、うんうん、ちょっと回数は減ってるかもしれないけど、うん、焼肉屋さんが一番安全だよね。今会食するなら換気を考えると、その私が出演してるしてない関係なく、焼肉屋さんの換気能力すごいと思う。ということで皆さん、ユッキーさんのそれぞれじゃないや、出演している焼肉屋坂井さん、はい、以外のところでどうぞ。いや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 、含めていらしてください。はい、はい、わかりました。はい、そんな検証でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。